中国中心集団講師は、旧省が中国国際信託投資講師といい、1979年に、堺井基人が、鄧小平の承認を得て設立した中華、人民共和国の国有投資会社である。本社は、北京市朝木区にある。2019年現在、世界最大級の外資を有する中国最大の国営コングロマリットである。当初の目的は、外資を誘致。 活用し、先進技術を導入し、先進的で科学的な国際的な運営、管理手法を採用することであった。現在、中国、香港、アメリカ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドに、中国中心銀行、中心古墳有限公司中心信託、中心マーチャントなど44社の子会社を保有している。中心集団は1979年に、 中国の国有企業である中国国際信託投資有限公使として設立された。1980年代、中国政府は多くの営利企業を設立したが、シティクスは1950年代に家業が国有化された後、中国本土に残ることを選んだ、当時の元実業家で政治家でもあった坂井紀人が率いていた。息子の坂井知見は、 中心集団の上場市会社である、中心タイトミの元会長だった。坂江知県はまた、1978年から香港を拠点とする事業家となり、1986年から香港事務所と中心タイトミの親会社を率いている。中心集団の本社は、北京にあった。1985年には、香港事務所が正式に開設された。中国本土に拠点を置く。 中心銀行は1984年にグループによって設立された。中心集団はまた、1987年に香港のフラッグキャリアである、キャセイパシフィック航空の12.5%の株式を取得し、2006年には株主関係役の一員となったが、2009年には同グループの国有企業であるエアジャイナに売却された。 また、1986年には、香港のカハナ銀行有限講師も買収した。1990年には、別の国有企業、中国工天コンスの子会社の一部も吸収した。その他の注目すべき買収には、別の航空会社ドラゴンエアアの38.3%の株式、香港テレコムの20%の株式などがある。また、 中心は1990年代に香港の上場企業を買収し、シティックスパシフィックに社名変更した。グループの資産の一部は、前述のキャセイパシフィックの株式を含め、逆 IPO として上場会社に入れられた。完全な逆 IPO は2014年に行われた。子会社のシティックスパシフィックは、2008年10月に外貨市場で不正な掛けを行い、 147億本コンドルの損失を出した。経理財務部長のチャウチーイン氏やグループ財務担当重役のレズリー・チャン氏などの執行役が辞任した。取引再開と同時に株価は55.1%急落した。中心集団は2014年に中国中心古墳に資産の大半を注入した。しかし、中心国安集団は除外され、 他の民間資本で再資本化された。2015年、中心集団は、中国中心古墳の株式10%を移動中と、ジャルーンポーカパンの合弁会社に344億香港ドルで売却し、合弁会社も459億香港ドルで転換優先株式を新規に引き受けた。日本の総合商社としては、過去最大の投資額となったと報じられた。また、 日本企業による中国での買収としては最大規模であり、外国人による中国国有企業への投資としては最大規模である。2016年、中心集団は、フォーチュングローバル500の中で156位にランクされ、年間収益は559億3800万ドルであった。ありがとうございます。